ファッジファッジは西洋のキャンディの一種。元はイギリスの菓子で、そこからアメリカやカナダ、オーストラリア、ニュージーランドに伝わった。非常に甘く、質感や食味はキャラメルによく似ているが、キャラメルより砂糖の結晶量が多いためキャラメルのような粘着力はなく、しっとりとしている。噛むと口の中で崩れるほど柔らかく、食感としては、フォンダンアイシングとハードキャラメルの中間にあたる。大理石のスラブ上で冷却され成形されたファッジ原材料は砂糖、牛乳、バター。これらを完全に溶けるまでかき混ぜて摂氏116度にまで加熱し、型に流し入れ冷やし固めると完成する。各種ファッジチョコレートを混ぜたものはチョコレートファッジと呼ばれ、その他にもメープルシロップやカラメルなど様々なフレーバーを混ぜたものが販売されている。また、マシュマロやナッツ、ドライフルーツなどを中に混ぜ込むこともよく行われる。ポーランドには独自のクルフカと呼ばれるものが存在し、ヨーロッパ各国で販売されている。チョコレートやコーヒーの風味のものから豆乳を使ったものまで存在する。アメリカやカナダでアイスクリームのトッピングとして使用されるホットファッジは本来のファッジとは関係がなく、そういった名前のチョコレートシロップである。ホットファッジはアイスクリーム、特にサンデーやパフェによく使用される。ありがとうございます。